マイケル・スティーブン・スティールは、アメリカ合衆国の法律家、政治家、政治評論家、デュイ・アンドル・ボーフ法律事務所共同経営者、ゴーパック元会長。法律事務所の経営者として活躍したほか、アフリカ系アメリカ人として、初めて共和党の全国委員長を務めたことで知られている。マイケル・スティーブン・スティールは1958年10月19日に、 メリーランド州のアンドルーズ空軍基地で生まれ、メーベルスティール、ジョンスティール夫妻によって育てられた。幼少期はメリーランド州からワシントン DC 北西地区にあるペットワースに移住した。妹にモニカスティールがおり、彼女は有名ボクサーのマイク・タイソンと結婚しているが、後に離婚している。スティール家は経済的に貧しい家庭だったが、勉学に励んで、 ワシントン内司教区が管轄するカトリック系のアーチビショップ・キャロル・ローマ・カトリックハイスクールに入学、在学中には全米優等生協会の会員に選出されている。卒業後は、奨学金を利用して、ジョンズ・ホプキンス大学に進学して、国際関係論を専攻し、大学時代も優等生として1年次のクラス、委員長を務めた。1981年、 ジョンズ・ホップキンス大学で国際関係論の学士号を取得した。当初スティールは縁の深いローマ・カトリック教会の聖職者を志しており、ジョンズ・ホップキンス大学に続いてセア・ウグスチの修道会が設立したビラノバ大学に入学して進学を専攻した。また同じくカトリック系が運営する寄宿学校であるペンシルバニア州。 マルバーンプレップスクールに教師として赴任して世界史の授業を担当した。しかしスティールは途中で属性での活躍を考え始め法律家に進路を変更してジョージタウン大学のロースクールに転学1991年にホーム博士号を取得した。ホーム博士号を取得した後スティールはニューヨーク州の大手法律事務所クレアリー・ゴットリーブ・ステーンハミルトンの コーポレートセキュリティ部門にアソシエートとして雇用された。日本に滞在した経験もあり、日本の東京事務所時代には製造物責任法の訴訟を担当していた。放送としての経験を積み、やがて自身の法律事務所を立ち上げて独立した。後年に正解進出を果たした後も事業は継続しており、2007年にデュイアンドル・ボーフ法律事務所の共同経営者に、 就任している。スティール家は民主党員の家庭であったが、同時に貧しい中でも政府の生活保護を拒むなど、個人の自立を誇りとする家風だった。そうした点から、小さな政府を掲げるレーガン政権時代の共和党に入党して法律活動の傍ら党務に勤そしみ、やがてメリーランド州プリンスジョージ軍共和党中央委員会の委員長となった。 1995年、共和党のメリーランド州支部から期待の人物として、マン・オブ・ザ・イヤーを授与され、翌年の第36回共和党全国大会では、補欠大議員に選出された。2000年、第37回共和党全国大会では、大議員として参加し、同年12月にメリーランド州共和党委員長に選出された。 メリーランド州に限らず、アフリカ系アメリカ人が共和党の州委員長に選出されるのは初めてのことだった。メリーランド州副知事時代のスティール演説する、ジェーニーとその横に座る、スティール2002年メリーランド州知事選挙に共和党候補として立候補したロバート・レロイ・ボブ・アーリック、会員議員によって副知事候補に指名される。これを受託したスティールは、 メリーランド州共和党委員長を辞職して選挙キャンペーンに入った。メリーランド州は伝統的に民主党が強い地域で約40年間も共和党の知事が誕生していなかったにもかかわらず民主党所属の前職知事パリス・グレンデニングの私生活に問題があったこともありアーリックとスティールのコンビが51%の得票率を得て勝利した。副知事時代の実績としては 州のマイノリティビジネス計画の改革と質の高い教育を実現するための教育会議で議長を務めたことが挙げられる。一方、死刑制度には反対の意思を表明しているが、行政における人種差別に対しては積極的に意見するにもかかわらず、死刑執行を進めるアーリック州知事に対しては積極的に反対していないという批判にさらされた。 メリーランド州副知事として全国的な名声を得たスティールは共和党に所属するアフリカ系アメリカ人の政治家や党員にとって中心的な存在になった。2004年民主党のアフリカ系アメリカ人政治家として人望を集め、同年の民主党全国大会で基調演説を行っていたバラク・オバマ上院議員のような役割を期待され、 第38回共和党全国大会では一層の注目を集めた。また、アメリカでは少数派であるカトリック教徒としての立場も有利に働き、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領からローマ法王ベネディクト16世の即位式におけるアメリカ代表団の一員に任命されている。2005年3月、メリーランド終戦室の上院議員、ポール・サーベンスが、 直上院議員選挙に出馬しない意向を発表すると、リック・チェーニー副大統領を含む共和党指導部はスティールをメリーランド州選挙区の共和党候補として押すようになった。そして、チェーニーやブッシュ政権の参謀役であるカール・ローブからの財政面を含むサポートにより、スティールは2005年10月25日に共和党の候補として正式に 直上院議員選挙に出馬することを発表した。2006年11月7日、スティールは民主党候補のベンカルダンに苦戦を強いられ、55%対44%の得票率で敗北し、共和党上層部の期待に応えられなかった。敗北後、スティールは上院議員選挙から共和党全国委員長兼、メルマンの公認に目標を変更したと報道されたが、 メルマンの公認にはメルマルティネスが選出され、2007年末にマルティネスが辞任した際にもマイク・デュカンが選出された。その代わりにスティールには政治資金を管理する共和党の政治行動委員会であるゴッパック会長のポストを与えられた。また2010年に予定されていたメリーランド州知事選で、今度は州知事候補として擁立する計画も立てられていた。 2008年11月24日、マイク・デュカンの退任に伴う共和党全国委員長選挙に立候補を表明して、候補ウェブサイトを立ち上げた。2009年1月30日、他の対立候補を制して当選を果たし、アフリカ系アメリカ人として初の全国委員長に選出された。くしくも10日前に、バラク・オーバマ上院議員が民主党候補として、 アメリカ大統領に当選しており、アフリカ系アメリカ人の政界進出を印象づける出来事が続くことになった。そのため、超高派の共和党支持者で知られる、ラッシュリンボーから共和党の党首でありながら、オバマ大統領と並んでも猛烈な抽象を受け、スティールも彼は単なる芸能人だと応酬するなど激しい論戦となった。伝統的な支持基盤である穏健な白人保守層の 勢力が弱まり、南極の最中にある共和党を委ねられたスティールは、ナンシー・ペロシカイン議長へのネガティブキャンペーンなど、積極的な対抗戦略をとって、存在感を発揮した。オバマケアに対する反発から急速に台頭した、過激なティーパーティー運動からは、共和党恩恵派としての姿勢が敬遠され、十分に協力体制を構築できなかったが、2010年、 アメリカ合衆国中間選挙にも事実上の勝利を得て党の立て直しに一定の成果を上げた。2011年、任期継続を表明して共和党全国委員長選挙に再び出馬第1回投票から第3回投票までは長年の友人であるラインスプリーバスに次ぐ第2位得票を集めるなど検討した。第4回投票で投票が伸び悩んだことから 選挙撤退を決断。支持者には、マリアチの候補への投票を呼びかけたが、プリーバスの統制を阻むことはできなかった。2011年1月14日、共和党全国委員長の任期を終えた。退任後、スティールはテレビ局。2012年、バラク・オーバマ大統領が再選した際、スティールは共和党全国委員長への3度目の立候補を考えていると発言した。 ありがとうございます。